自分のトレーナーが知らない馬娘の担当になっているドッキリを仕掛けたい馬娘に対するみんなの反応集。アイドル馬娘ドッキリ。もしも突然自分のトレーナーが知らない馬娘のトレーナーになっていたら。ゴス、どうして？女帝これにはブチギレ猛攻ね。周りの友人たちも仕掛け人として最初から知らない馬娘のトレーナーだったと振る舞います。急にジャンルがホラーになるじゃん。カフェや服でやるとさらに2点3点しそう。八重野はやめといた方が良くない？八重野より武道の腕も立つやつにしよう。グーン。ブー。耳ペターってなってるところが簡単に想像できる。仕掛け人モブ馬娘が自分のトレーナーの手を引っ張ってどこかに行くのは、あ、わぁ、と変な声しか出せないまま見送るシュバル。シュバチは自分のトレーナーが姉さんと妹をチームに入れようとしてたって噂聞くだけでしょんぼりする子。トレーナーも初対面みたいな反応するんだよね。ブラが泣きそうな顔して手をぐっとし始めたら俺は即ネタバラシする。視線の先に二人、やめよっか、この企画、な。このドッキリダメージ受けない子探した方が早くない？ブラメンテが一番ダメだわ。ハーレム状態なドッキリ企画やると他の女は圧かけてきたり怒るだけなのに対してこいつは泣く。泣かれるとまるでこっちが悪いみたいな感じになって気分悪いわ。待機でこれやるとどうな。チームメンバーかと思って喜ぶ。初対面みたいな反応されてあれ？ってなる。待機は我慢しないでワンワン泣くから何事かって人が集まってくるぞ。やあブラメンテ、君ほどの馬娘が何の用だい？八重野のトレーナーがオグリトレーナーになっちゃった。ドッキリしたらどうなるの？八重野は意外と脆いと思いますね。え？トレーナー殿、え？って現実を認識するのに2週くらい遅れて我に返っても繰り返し声かけるくらいしかできないタイプ。それも効果がないと分かってくると。やめよっか、この企画、な。もう心が痛いやめたげて。つまり効果オグリと八重野のトレーナー交換ドッキリ。八重野はトレーナー評価が高すぎるし懇願されようと絶対に譲れぬとかいう子だから本当にやめた方がいい。服とか綾部さんとか一度失った経験がある子は本当にやめたげて。むしろ逆にトレーナー側にこのドッキリやってほしい。八重野、なあ、八重野。ってすがりつくトレーナーを心を鬼にして振り切ってほしい。八重野に仕掛け人は無理だろ。乗り換えるなら今だって言ってたパーマーと新たな子に行ってもいいって言ってたファルコなら安心。なんならそのまま担当変えれるまである。ファルコでやろう。フィニッシュは俺は芝のレースの方が好きだけど。これね、川上でやろう。フィニッシュは俺は王子様ではないけど。これね、ライスシャワーでやろう。フィニッシュは俺は君のお兄様になった記憶なんてないけど。これね、スティルさんでやろう。フィニッシュは俺は今でも君のことを愛してるよ。これね、ちょっと弱なトレーナーが多すぎる。エルやグラスの前でしてみたい。グラスを選ぶトレーナーを見るエル。もういい、もうやめようこんな企画。これ一番メンタルきついのトレーナーじゃね。トレーナー室の写真もいつの間にかすり替わってるんだ。確かに写ってたんだ僕とトレーナーさん。勝利の喜びを噛みしめるみたいに笑って。多分シティさんは一番初めましてが聞く。冗談抜きで本当に記憶をなくしてるくらいじゃないと仕掛け人側も再起不能になるな。これこういう企画で想定通りの反応をしてくれるのはキングだけど、ちょっと後が土下座で済みそうにない。多分半日は口聞いてくれなさそう。ちょっと命の危機を覚えるのが何人かいますね。企画担当雪の美人。本当か？闇野の方じゃないか？まあトレやるわけねえだろうが。仮にやってもいつもの癖で4コマ更新するし、まーちゃん人形作ってて即バレる。みんな一番シャレにならないのがわかってるからか、記事で一度も名前が出なかったやつ来たな。まーちゃんでこれやるとカフェ以上にヤバい事態が引き起こりそうで。人一人消える可能性があるのでガチで取り返しがつかない。誰は愛想がどんなに汚れようが構わぬ。最後にこのカレンの横におればよい。やだ、カレンちゃん世紀末覇者。そうは言いつつお姉ちゃんが、お酒で買収でもされてこのドッキリしてたら個室に変更して有無を言わさずに一晩中はお話ししてそう。酒に溺れるお兄ちゃんと滝に打たれるお姉ちゃん見た方がショック受けそうだな。誰一人得しない地獄みたいなドッキリ。でもシティさの絶望顔が見られるかもしれないべ。エースはひとしきりショック受けた後、トレーナーさん。わかった、あたしはあんたを超えていく。でもって、もう一度見せてやる、あたしの背中を、何度でも。ってやってくれると信じてるよ。かっこひねくれたエーストレ。わい、グラトレスペちゃんに担当変わる旨を伝えたところ無言で小刀を渡されたけん。特に反応しないルビーみたいのだとトレーナーのダメージのがきつい。かっこ俺は担当馬娘を変えるつもりかもしれない。もうぜい、ここまで大事になるとは思っていなかったのだ。理事長はさ、
おいやべえぞ、マグナムに薙刀に探検にレイピアにその他もろもろ持って書き込んでくる馬娘がいんぞ。最近弱々小栗を見られたのでこう、解像度が高くなってるというかね。まあちゃんでこれやろうぜ。まあトレみたいに発想自体しなさそうなトレーナーもいるからな。だからまあトレは演技ができないだろうから着ぐるみと象と4コマ漫画を別の馬娘にしてまあちゃんの反応を観察してもらおう。そうだな、反応を観察。ん？誰のだ？誰にドッキリを仕掛けるんだったか。バカだなぁ、お前。そりゃ、誰にするんだ？おい、誰か確認できるか？そのまま関係が元に戻らなくなって契約解除エンドになりそう。ドッキリでも許されないことはたくさんあるんだ。ごめん、ドーベル。早秀のところでやったら妹が殴りに来るぞ。言ってたじゃん、一生とか。ミラティ王子、今から合同プールトレに参加する所属希望者はこっちに入ってきてください。放送したら鬼のように苦情の電話がかかってくる系のドッキリだ。ねえ、それ本当に苦情の電話だけ？エスプ外予告解文書送りつけてきたり、意味深なお荷物送りつけてきたりしない？海外王族、野球界、スポーツ界、財閥系その他もろもろの界隈から総務省経由で警告来るやつや、かわいそうなのは本当にやめてあげて。王子様は俺じゃないヒーローなんて柄じゃない、王子様は気やしないヒーローなんて現れない。KS ミラクルは壊れて消えちゃう、まーちゃんは海に溶けちゃう。クラフトも奇跡を失っちゃうから私側に寄っていってしまう。育成後半のクラフトならワンチャン踏ん張れるだろうけど、この一件がきっかけでメジロ、里野、アイルランド王国及び華麗なる一族からのトレセン学園への融資が打ち切られたんだよね。ライトハローさんと1年くらい付き合った後これやりたい。自分のトレーナーを取られてショックを受ける担当馬娘。その姿を見て自分のやらかしたことを後悔するトレーナー。優秀なトレーナーが担当に就くというひとときの夢を見るも、いずれは夢から目覚めることになるモブ馬娘。誰が幸せになるんだよこの企画。なぜこういう企画に乗ったのかというと僕の理屈はこうだ。ライスシャワーはもう一人前だからこういうドッキリにも耐えられるはず。マトバー。かっこけつるい。なおグラスワンダーにもエルコンドルパサーにもやった模様。文字でだけ見ると畜生の所用。そやライスもグラスもデジタルもあんな馬娘になるよ。何事もなく最後まで完走できるのはドトトレだけ。ゴルシも完走しそう、あさっての方向へと。そこらの馬娘じゃファインは国際問題になりかねないから、SP 隊長を担当馬娘だっていうファイトレで行こう。スティルインラブ。無言で刺して無言で自決しそう。スティルインラブにこれやろうとした制作会社と連絡がつかない。シュバチは過去の経験も含めてかわいそうすぎるからやめてあげて。アルダン夫妻は多分アイコンタクトしちゃうから意味なし。でも今晩は話してくれないぞ。ネオユニなんか自分のトレーナーが別の馬娘担当してるの否認しなきゃならんのやぞ。ブラちゃんの育成で今回はその子なんだねってなんかかわいそうになった。悪いと思ってるならキスして。かわいそうなのはやめてあげて。どうして曇らせたがるんだ。それでは今回の動画はここまで。ちなみに馬娘はゲームも漫画も面白いけどアニメ版も最高だよな。 Unext なら無料で31日間視聴することができるから興味があったら概要欄のリンクをチェックしてみてほしいぜ。なんと、一気見しちゃうわ。次の動画もぜひ見に来てくれよな。ご視聴ありがとうございました。